はい、こんにちは、ギョイコの皆さん。あの圧倒シアター赤坂ですかね、ここでニューヨークでいらっしゃった暑い中、暑くないかもしれないけど、桜井博明です。高橋翔です。ね、今日はあのデジキャラとのおまけスペシャルを2本聞いていただいたので、まあ見終わった感想はどうでしょうかね。まあいいですけどね、別に今言わなくたって、まあ皆さんの思い出の中にこういうお話もあったんだな、デジキャラと。ああ、なるほどね、ゲマのやつはこういうところでいつも暮らしてたんだとか、うん、港区も日頃こんなことを考えてたんだなとか、そんなことを、まあ、思っていただければというお話でしたね。はい、はい。まあ、ちょっと今までデジギャラとはもうテレビで放映するっていうことで作ってたんですけれど、今回はまあちょっとイレギュラーな形で、まずこういうところで、まず今日皆さんが初めて見られたってことですよね。もう全国でもあなた方が初めて見た人ですから、まあ僕たちはもちろん見てますよね。そんなわけで僕ばっか喋ってるんで、ちょっと高橋君どうぞ、と言われてもね、はい、今回はゲマと稲田区の意外かもしれない一面を、書いたつもりではいるんですが、まあ、結構こういうやつだったのかもかなっていうのもありまして、結構面白くできていると思っています。はい。そんなわけで、まあ、見ていただきましたが、今日はあのこの会場にあのデジキャラットの、 あの声優さんたちが来ていらっしゃるということでね、はい、プチコプチコあの田村さんと沢城さんと光さん、はい、もう暑い中ご苦労様です。いや、暑いかどうかはまあその時ね、皆さんがよくご存じでしょうけれど、すいません、これ録画なもんで、様子がつかめなくて、まあこれからもその今日来ていただいてる皆さん、よろしくお願いいたします。デジキャラットをね、じゃあ田中さんも頑張って頑張って